皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、中学校3年生の数学6章円の1時間目の内容です。この単元は図形の内容ですから、これまでの相似と比の学習と同じように、三角定規と、それからコンパスですね。これは必要になってきます。また、作図には使いませんけれども、ぜひ分度器の方もですね、この分度器の方もあるといいと思いますね。毎時間準備しておきましょう。円というのは非常に単純な図形ですけれども、その中に実はとても美しい性質がたくさん潜んでいます。さあ、それでは早速調べていきましょう。1、円周角。クエスチョンマークで角 APB の大きさはどう変わるかと。ここが今観覧車の図がありますが、点 P のところに乗っているとします。ここから支柱のここの2つ、点 A と点 B を見ていると。これが時計回りにこう回っていくといった時に、次にはここのところですね。点 P がここまで来た時にはどんなふうに見えるか、この角度はどう変わるか、さらに一番上に来た時、ここに来た時には、じゃあこれはどんなふうに見えて、どう大きさが変わってくるのか、まあどんどんこれが回っていくわけですからね。はい、それではこれについて気がついたことをノートに書いてみてください。ここにストップ、停止ボタン、マークをつけるようにしますので、その時には自分で止めて、メモが書き終わってから、再生ボタンというふうにお願いします。はい、それでは図を書いてみると、こんなふうになりますね。円があって、そのところに中心の O、 それで AB、 そして P と。で、最初に挙げました円周角というこの意味、定義について最初に話しておきたいと思いますが、まず角 APB、 この角はピンクのところですね。これはこちらから弧 AB に対する円周角というふうに言います。弧 AB という、これは1年生の時を思い出してほしいんですが、直線でここを結んだ場合、その時の直線結んだ線分ですけど、この線分 AB という、これは弦と言いましたね。弦。で、円周上の一部、この一部のこと、これは弧というふうに言いました。ですね。ですので、この弧 AB に対する円周角というふうに言うことにします。反対の見方で、弧 AB というのを、今度はこちらから、この角 APB に対する弧というふうに言います。こういう言い方、最初ちょっと戸惑うかもしれませんが、徐々だんだんにね、慣れてきますので大丈夫です。はい、1番、中心角、円周角について調べようということで、弧 AB に対する中心角と弧 AB に対する円周角を書きなさい。中心角の方はこれは大丈夫でしょうね。中心ところですから、すでにここに書いてありますが、中心角。じゃあ、円周角。これを書いてみてください。ノートに書いてももちろん構わないですし、できれば別な紙でも構いません。ノートでも構いません。はい。今、来ました。赤で書いた、この弧 AB。もう一度、見ますか。ここですね。弧 AB。これに対する円周角。円周上の一点に行くわけですから、こういった角。他にも書けますね。これ中心を通っていますけど、こういった円周角もあります。あるいは、ぐっとこう低くなる。中心点よりも低いところを通ってくる。こういう円周角もできます。多分たくさん書いた方もいるかと思うんですけどね。一つ
であった人はもうちょっと書いてみてもいいと思いますね。はい、でここで言えること、これ当たり前のことですけど、弧 AB に対する中心角は一つだけですよと、ね、一つに決まる、当たり前ですけど。それから二つ目は円周角の方はどうでしょう。これはいろいろな位置に書くことができたと。中心角は一つなんだけれども円周角はどこにでも、円周上であればどこにでもいろんな位置に書くことができると、そういうことが見えてきたかと思います。はい、2番、頂点の位置をいろいろ変えてみるとそれじゃどうなのかと。1番で括弧1、角 P の大きさですね。この大きさはどんなふうになっているのか。それから中心角、ここのところですね。この大きさはどうなのか。まあ、これは、分度器で測るしかないですね。ですので、ストップして、この、ね、分度器で、測ってみてください。はい。角 P1。これは60度でしたね。P2、ちょっと分度器で見えませんが、これも60度。P3 から P5、これも全て60度だったと思います。でそれに対して、中心角、ここ。ここは、はい、120度です。何か関係がありそうですね。こちらから見たとき、中心角というのは、この円周角の2倍になっている。まあ、綺麗な関係になるといいですね。それから反対な見方、逆の見方でいくと、円周角というのは、こちらの中心角の半分、2分の1とぴったりになっていると、素晴らしいんですけどね。まあ、こういった予想が立てられたと思います。では、別な図の場合、弧 AB がちょっと短くて、まあ、中心角がさっきよりは小さくなってきた。こういう場合の円周角の大きさと中心角。まあ、それぞれこれもやっぱり分度器で測ってみてください。はい。そうすると、円周角の方は、そうですね、30度でした。それから、中心角の方は60度。やっぱり、という感じ。次の、括弧1、括弧2ですが、これも同じことをやりましょうと。今度は、弧 AB というのはかなりぐるっと長い、大きい弧。それから、当然、中心角も大きくなってくる。こういった場合にできる、これに対する円周角の大きさと、これも同じように、分度器で測ってみてください。はい、P1 から P4 までですけど、全部100度でしたね。中心角の方は200度。ということは、となるわけですね。考えが。だんだん見えてきたと思います。先ほどの振り返ってみると、これぐらいの弧の時は、あり言い方を変えると中心角が180度よりも小さい、その場合円周角は中心角の半分と言えそうだと。それから今度は弧が短くなって小さくなってきた、つまり中心角が90度よりも小さくなっている、こういった場合、これも同じことが言えそうだと。さらに、今度は大きい、長くなった、弧が長くなっている、中心角が大きくなった、中心角これが180度よりも大きい場合はどうか、ここまでいく。そうするとやっぱり円周角は中心角の半分と言えそうだというところまで、来ました。この後
次の時間ではこれについて正面を考えていきたいというふうに思っています。はい、1時間目はここまでです。